前から欲しがってただろこの部屋にぴったりね。いつも習い事を頑張ってるご褒美だ。大切にするのよ。うん、パパママありがとう。あんな高価なものいいな。僕は御堂修司、小学5年生だ。僕は年に1回しか欲しいものを買ってもらえないのに、しかも予算は3000円だし、おねだりすれば何でも買ってもらえるんだ。羨ましい。妹の春はおねだりすれば何でも買ってもらえる。こんな部屋もうやだよ。もはや物置じゃないか。僕の部屋はご覧の通り。男か。女の子が欲しかったわ。まあこればかりは運命だからな。僕が生まれた当時、女の子が欲しかったパパたちはちょっぴりがっかりしたらしい。シュージ、こっちこっち。パパと競争だ。それでもそれなりに愛情を持って育ててくれたことは今でもぼんやり覚えている。しかし僕が2歳の頃。なんて可愛いんだ。念願の女の子ね。諦めないでよかった。念願の女の子春が誕生。すると二人は大喜びして。春、一緒にお風呂入ろっか。僕も。お前が入ると湯船が狭いだろう。後から一人で入りなさい。え、ねえ、僕も自由に使える部屋が欲しいんだ。そんなある日、僕はパパとママに自分の部屋が欲しいとお願いした。あら、部屋ならあるじゃない。あれじゃ物置同然だよ。何も置いてない部屋がいい。お願い、せめて友達を呼んでも恥ずかしくない部屋にしたいんだよ。わがまま言わないの。そうだそうだ、部屋があるだけありがたいと思え。だけど僕の言い分は全く通らない。春には何でも与えるじゃん。それは今年は何も買ってもらえなくていいから部屋をください。それでも粘り続けた結果。わかったわかった、そこまで言うなら部屋を用意しよう。本当にパパありがとう。ちょっとあなた。へー、なんとか望みを叶えてもらえることになったんだ。翌日、修二、なんだか嬉しそうだな。実は部屋をくれるってパパが約束してくれたんだ。あら、よかったわね。物置部屋から昇格だな。シオラちゃんと一星くんに報告するととっても喜んでくれた。新しい部屋に二人を招待するよ。いいのか。ぜひお邪魔するわ。うん、楽しみにしておいてね。パパ、早く早く。そう慌てるなって、部屋は逃げたりしないさ。あー、夢みたい。僕だけの部屋がもらえるなんて。その夜、いよいよ新しい部屋とご対面。だけどパパ、どこへ行くの。どこって、お前の部屋だよ。でもこんな場所に部屋なんてないはずじゃ。パパの案内に嫌な予感がした。さあ、ここだ。え、そして僕に与えられた部屋は。何これ。屋根裏部屋だよ。秘密基地みたいでいいだろ。理想とはかけ離れたものだった。やだよこんな場所。まだ前の部屋の方がマシじゃないか。物置とは別、何も置いてなくて全て自由に使える空間。お前の望み通りの部屋だろ。そうだけどさ、こんなに古くて狭いなんて聞いてない。そういうわけで今日からここがお前の部屋だ。前の部屋には戻るなよ。え、なんで。当然だ、2つも部屋があるなんて贅沢すぎる。そんな。しかも前の部屋は出禁になる始末で。どうしてこんなことに。この日は人生で一番寝苦しい夜になったのだった。翌日、シュージ、新しい部屋はもらえたか。今日行ってもいいのかしら。ああ、約束だもんね。来ていいよ。ん、おう。理想とは違う部屋だったけど、約束通り二人を招待した。様子がおかしいわ。ここはかなり年季が入っているというか、味があるわね。ごめんね、こんなところに招待なんかして。そしてごまかすこともできず、二人にありのままの部屋を見せたんだ。自由に使える場所だってパパは言うんだけど、気持ちはわかるぜ。親って都合よくしか解釈しないよな。期待させておいてこれはあんまりよ。でも変だわ。どうしたんだシオラちゃん。すると突然、シオラちゃんは何かに気づいたらしく。二人ともついてきて。うん。見て、この作りなら屋根裏部屋はもっと広いはずよ。家の外観から屋根裏部屋の狭さの矛盾を指摘したんだ。マジかよ。あそこが2階の窓で、その上が屋根裏だとしたら確かにそうかも。それから僕たちは屋根裏部屋に戻り中を調査。きっとさらに上に行けるようになってるわ。よし、探せ探せ。どこだ。あ、これってもしかして隠し扉ね。
思った通りだわ。ってことはこの先に新たな空間があるってことか。数分後、隠し扉を発見、運命の瞬間がやってきた。階段だ。行ってみましょう。ワクワクするな。そして階段の先には、わあ、超広いじゃねえか。すごい、すごいや。とっても広い夢の空間を見つけたんだ。シュージ、机をどこに置けばいいんだ。こっちにお願い。タイル張りは終わったわ。今度は何をしたらいい？ありがとう。そしたら次は、その後シオラちゃんのパパにも協力してもらい、すぐに部屋の大改造に取り掛かった。よし、結構いい感じに仕上がったかな。かなり過ごしやすい部屋になり、夜も快適に眠れるようになったんだ。でもまだまだ改善の余地はあるか。それから1年後。快適だな。誰にも邪魔されずゲームし放題、最高。誰も僕に興味がないから、この部屋もバレてないし、部屋はさらなる変貌を遂げ、とても快適な空間に仕上がっていた。そういえばお兄ちゃんってさ、食事の時以外ずっと自分の部屋にいるよね。あのボロい屋根裏部屋に、ここ1年ぐらいだよ。言われてみれば確かにそうね。俺の息子修二はこの1年なぜか文句の一つも言わず屋根裏部屋で過ごしている。いつも楽しそうだし変なの。ボロ部屋を見た時あんなに嫌がってたのに、いつの間に気に入ったんだ。その様子に俺たちは違和感を感じ始めていた。何か隠してるかもしれない。こっそり見に行くぞ。あの子が隠してるって何を。わからないが行こう行こう。そして俺たちは真相を確かめるために屋根裏部屋へ。え、お兄ちゃんいないよ。というか布団も何もない。なぜだ。しかしあいつの姿は見当たらなかった。シュージ、どこにいるの。確かに夕食後シュージはここに来たはず。やっぱり何かがおかしい。とにかく探すしかないわね。この狭い部屋のどこを探すの。そこで辺りを見回してみると、これは隠し扉か。見て見て、階段があるよ。何ですって。家の主である俺すらも知らなかったこの家の秘密を発見したのだ。この先にあいつはいるのか。早く行こう。ああ、こんな場所があったなんてね。そして、なんだこの部屋は。素敵な空間。私の部屋より豪華だよ。目に飛び込んできた光景を俺はすぐに理解することはできなかった。あちゃー、バレちゃったか。シュージ、お前。そりゃいつかバレるよね。こんな空間があることいつから気づいていたんだ。パパに屋根裏をもらってすぐだよ。そんな前から。招待した友達と一緒に見つけたんだ。僕の部屋を見た3人はとても驚いていた。この家中古で買ったんでしょ。ちゃんと間取り図を見ないと。僕が発見しなかったらずっと使わずに放置されていたんだよ。もったいないな。そこでつい調子に乗った僕はペラペラと話してしまい、この家の主は俺だ。したがってこの部屋は没収する。そんなのひどいよ。ひどい。グランドピアノも置けちゃうね。こんな空間を一人で。生意気だな。私の増えた服を置くところ探していたのよ。こうして僕のオアシスはあっという間に占領されたのだ。家族共有の部屋にしよう。イエーイ、最高ね。だけど侵入者にはそれ相応の目に遭ってもらわなくちゃね。こんなのは痛くも痒くもない。非常時にはちゃんと備えているからね。なんだ。どうしたのあなた。なんかベッドが動いてる。お楽しみの時間始まりだ。次の瞬間、うわぁ、パパ、あー、どうなってるの。助けてくれ。ベッドの底が抜けたんだ。やっと手に入れた大事な部屋だから、からくり屋敷に改造したんだ。はぁ、からくり屋敷ですって。パパたちみたいな侵入者が来ても太刀打ちできるようにね。そう、これは僕の仕業、侵入者対策なんだ。普段はオフにしてるけど、僕が部屋にいないときはいつもオンにしてるんだ。侵入者なんてふざけるな。ここは俺の家だ。1年前にパパがくれるって言ったんじゃないか。あなた。するとパパは手を滑らせ、お手製滑り台で外へ放り出された。とにかくこの部屋から出なくちゃ。下手に動かない方がいいのに。シオラちゃんのお父さん直伝のからくりだ。そう簡単には逃げられないぞ。嘘でしょ。
二人目、ママはまんまと落とし穴へ。いやー、ママだから言ったでしょ。そして残る侵入者は1名だ。きっとここなら安全だよね。さあ、それはどうかな。なんで笑ってるの、まさか。さあね、春は安全だと思って壁際に立ったの。何、もしかして壁が動いてる。ドボンだ。そこはカラクリ屋敷定番の仕掛け。カラクリっていうのはいろいろなところに仕掛けてあるものさ。回転扉なんだ。高すぎ。ここから落ちたらどうなっちゃうかな。やだ、怖いよ。お兄ちゃん助けて、落ちたら私。あれ、春って僕にそんなこと言える立場だったっけ。今までの態度は謝るからごめんなさい。だからお願いです、助けてください。それじゃあもう一つ。何。この部屋に立ち入らないと約束してくれ。するするしません。パパとママにも春から言って約束させて。わかった。パパママ、この部屋をお兄ちゃんにあげて。なんだと。その部屋は俺のものだ。そうよ、あんな素敵な部屋修士にはまだ早いわ。だってよ、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。私の命がかかってるんだからね。春の命だと。それなら仕方ない、修士に譲るわ。悔しいが、そうするしかないな。今の聞いたでしょ。二人が変な真似しないように私がずっと見張っておくから。だから早く助けて。うん、わかった。春、ありがとう。あの二人の監視役、よろしくね。任せて。こうして僕は自分の部屋を死守することができたんだ。よほどからくりが怖かったんだな。あの日以来誰も近寄らないもん。それから僕は家族公認でこの部屋で過ごせるようになったのだった。これからもっといい部屋へしていくぞ。今日も見てくれてありがとう。じゃんけんポン。